おはようございますすっげえ睡眠でしたすっげえ質の悪い睡眠でした11時かああ寝た多分朝の7時とかです久しぶりにぶっ壊れました原因はですね昼間の昼寝ですねはいそれが効いてますけどしかし あれです、ね、10時ぐらいに起きるんですねうんそういうなんか体がそういうふうに体ができてるようなとかいやーマジで最悪な睡眠でしょもうやっぱね夜の12時ぐらいに寝るのがいいんですよはいちょっと紅茶でも飲みたいと思いますはいはいめっちゃ r r i 晩2枚とサラサララです、はい、いただきます。えー、モンベルでごとい,いうことで3時35分でございます。はい。えー、帰ってまいりました。モンベル行ってですね、えー、何も買わずに <laughs>、ちょっと気になってた商品あったんで、はい。だから、あそこはしっかりと我慢していくと、はい。<laughs> まあまあまあ、ということでですね。はい。えー、今、紅茶を飲んでるんですけども。ちょっとこれからですね、実家に帰ってですね、第2回、断捨離大会を開催したいと思います。実家に帰って。断捨離ですね、えー、いらないものを捨てるという。はい。まあ、正直今、もう本当ミニマムなんですね。生活はやってるんですけども、 あのですね、いらないものはですね、実家に全部ぶち込んでるんですよ <laughs>。捨て、あの、まあ、第1回目で、あの、まだ実家にいた頃、第1回断捨離大会で、結構、削いだんですよね。いろんなものを。売ったり、えー。メルカリには出さなかったかな。あの、フリマには出さずに、もう、このままじゃまずいものに溢れてるっていうことでもう全部捨て、捨てたり、売ったのかな売ったんですよね。 で、その第2回目ということで、えっ、ー、と、でかいものはないです。かな、大きいものはないんですけども、ちっちゃい高価なものですね。あの、電子機器関係。そちらの方、いつか使う、いつか使うってやってるんですけど、全く使ってない状態で。<laughs> もう、そろそろ売ろう。売って、それを金にして、えー、新しい服とか、テントなり、ちょっと、 買い足そうかなと思っております。今のものを売ってね、えー、4月になったやつですね、えー、ちょっと旅に出たいと思ってるんで、ちょっと今のうちにですね、ちょっと第2回、断捨離大会ということでね、えー、何を売るのかなということで、ちょっと一旦実家に帰りたいと思います。えー、ということで、えー、実家に着きました。これが俺のですね、荷物でございます。えー、ちょっとね、バッグですよね。これもね、捨てたいんですけどね、さすがに、 あげるのもいいんだけどなまあ、いいや。えーまあ、それはおいおいということで、ちょっとここら辺にあるね、えー、使えるものをですね、えー、回収していきたいと思います。えー、ということで、断捨離が OK です。はい。こちら、使うものだっていうか、売るものですね。で、こちら、あれですね、えー。まだちょっと分別終わってないな、ね、終わったんですけどね。だいたい、燃とかね、バッテリーとかもあるんですよ。これ。ちょっとあと、家のですね、その、あれが。 えー、ゴミ、ゴミの収集のですね、日付ちょっと確認してから、あの、分別して、ぶっ込みたいと思います。まあ、こういう、だいぶスッキリしましたね。はい。で、あとこの箱ね。風ねぎの箱。これもね、ちょっとゴミ、ゴミ捨て場行った方がいいかな。うん。まあ、い,いや、それはおいおいですね。はい。ここら辺もどっちみち、あのー、 楽器関係もですね。これはハードオフとかでも全然引き取ってもらえると思うんで、OK なんですけども。まあまあまあ、ということで、こちらちょっと紹介していきたいと思います。断捨離グッズたちをですね。まずは、こちら、ハー,ロードワイヤレスマイク2。えー、こちら、高かったです。<laughs> ね。1年前ぐらいかな、これね、買ったのね。はい。で、あんま使っていないと。<laughs> 電子機器使わねえの買っても、もう僕は心に決めるよ。電子機器は買わん。はい。もう僕は変わる。ここで変わるんだ。はい。電子機器その日、その日ということで GoPro です。えー、g o はですね、使ってましたね、結構。撮影時。ただですね、ちょっとですね、私も考え方変えて、その、元ブログでガッツリですね、撮るのはもうやめようと思って。 はい。正直ですね、元ブログ、めんどくさいんですよ。<laughs> ちゃんと音が取れてない。これですね。こういうのつけてやるんですけど、ちゃんと音取れてなかったり、音声取れてなかったり、まあ画角はすごくいいんですけど、手軽さがもうダメ。はい。で、家に帰って SD カードを 調べて編集、編集っていう形のスタイルがもう嫌だ。もううんざり。<laughs> ということで、もう GoPro も買わないよ、僕はあ。一眼レフも買わないし、GoPro も買わないよ、アクションカムも買わないよ、iPhone 一本で行くんだよ。<laughs> 心に決めるんだよ。<laughs> ということで <laughs>。ということで <laughs>。はい。断捨離そのニットリこれ Mac はね、これ結構前々から使ってたんですけど、もう本当ミニマムな生活にするためにもですね、もうこれはいらん。 まあこれはもう、まあ、まあ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 、えー、価格分は使いましたね多分ねはいこいつはねーこいつがね意外と使ったり使わなかったりなんですよねこれも残しときたいこいつはったこれはちょっとお父さんの車にですねあのぶっ込むかお父さん音楽聴くならこれ使ってって言ってたぶん使わねえけどなあやつは <laughs> <laughs> まあいいや。はい。ということで、その2ということで、まあ、ここら辺はね、いらねえかな。うん、なんか買ったけど、あとこれ、ゴミ。<laughs> これ楽天モバイル、ゴミ。ですね。はい。楽天モバイル、ゴミ。で、もう一つですね。はい。キャンプグッズでございます。はい。エヴァニューです。エヴァニューのね。そうですね、エヴァニュー。1年前ぐらいかなかったのね。はい。まあ、そこそこ楽しいんだけども、 俺はもうね、いい。<laughs> ミニマムになるんで。<laughs> はい。ちょっと惜しい気もしますけど、もうパパッと売っちゃってですね。はい。あと、これです、ピコグリル。これは使わせていただけましたね。おもしい、うん。これは結構。ただですね、ちょっと新しい、あの、ファイヤー、あの、あれか、竹火台買ったんで、こいつを売っ払います。ちょっとなんかもったいないかなと思ってるんですけど、どっち虫ですね。高さですね。 そう今あれかなソロスタンドだなパーゴワークのファイヤーソロスタンドみたいな名前のやつ使ってるんですけどピコグリルはねあの地面との地接地面がね近すぎて芝生だと焼けちゃうのが気になってですね、えー、やめましたはいあれね焚き火台シートを引いてもね結構もろ熱湯いくんでうーんって感じなんですよねまあこれはこれで OK だと思いますけどねちょっとなんか木の板とかのほうが。 いいと思いますねやるならはいこいつは結構使いましたはいで、まあこれケツにしくやっと、えー、こいつねよくあるやつですはいこれものなんかなんか,なんかセットで売りますわ。<laughs> はいあとこれね、えー、ブラハのスパレジェ <laughs> ブラハのスパレジェなんですけど斧ですねはい。えー、私も斧なんて使いませんもうかっこいいかかったんですけど まあ何やかんやちょいちょい使ってたかな、うん、ただちょっと今年から変え考え変えてキャンプをですね目的として行かずにキャンプは手段としてですねあのこれからやっていきたいなと思っておりますまあキャンプ好きなんですけどねだからそれ以上にやっぱその地域に行ってねいろいろバイクをぶん回すのが一番好きなんですよね <laughs> キャン プはねうお使う、斧なんて前ぶっちゃけいらねえんだよ <laughs> 使わない使わない、えー、ナイフ1本あればあ全然大丈夫だと思いますはい、まあ、かっこいいからね買ってましたけど斧は意外と使わないとこれも結構高かったよということでこれはですねこれもおまけでですね枕ですね枕えー、まあまあまあこれは置いておいてあとこれねかっこいいクーラークーラーシェイカーみたいなそんなその名前だったなかっこいいですよねこれ これもう1万とかで買ったかないやそう考えると結構金使ってるなこれもなんかおまけつければああこれは実家に置いていっていくか,なんかバーベキューする時結構使いそうだな <laughs> えっとこれ、えー、と長靴ですねこれは日本一周ですねのと買いましたうんこれはまあじっこれどうっすかねあ アパートに置いいいててもいいですよね、長靴、うん、長靴多分必要になるかもしれないんで長靴ちょっとこれアパートですねアパート行き <laughs> こうやって物をね手放すことができないんでなっちゃうまあ長靴はね、うん、そうだろうな使う使うっちゃ好きだよなはいということでこれですね中にはねあれ入ってます、えー、何だっけかソールを。 何かえー、ガスバーナー入ってますはいいやこれ日本一周で使ってたんですけどもあ今ね今はあれなんですよパウワークスのねクッカー使ってるんでもうそっちメインで使ってますえー、普段ですね目地作る時もそ,それで基本やってるんでまあこれ蓋つきで結構良かったんですけどねまあ結構あれですね、えー、年季入ってます <laughs> まあもしその キャンプ初心者とかこれからキャンプやりたいよっていう人がいればこれがあれば大丈夫なんではいということで以上私の断捨離でしたこことここはジモティかもしか出そうかなこちらもジモティかなこっちでもいい気がするけどね正直今更マックっていう感じもするんだけどねまあちょっといろいろ持ち帰ってですねいろいろ考えたいと思います 今の時刻が18時なんでそろそろ帰りたいと思いますまぁ、あ、ここら辺持ってってかなはい帰るかウェ、えースえ帰ってまいりましたこちら物売るやつですねちょっとあと清掃してですね売れる状態にしたいと思いますその前にちょっと飯買っていきますえー、ゴミ袋もないんでね、えー、買っていきたいと思いますいいということで今日の晩飯でございますやべ、餃子がうまそうなんだけど 餃子ののの王将冷凍やつなんですけど愛成功ですねでカニ、えー、ピラフですねピラフと、えー、生野菜いただきますはいお疲れ様ですということで今の時刻がですね、えー、10時11分ですねはい10時11分ということでえ段車 D2 ということでね、えー、いろいろと実家帰って漁ってきたんですけど あのー、c o プル Pro とワイヤレス、ワイヤレスマイクですか、はい、ロードの、えー。こちらの方はですね、ステイということで。<laughs> やっぱ売らないということです。よくよく考えてみたら、c o プル Pro は使うだろうなと。<laughs> 今は使わないと思ってるんですけど、もう,う iPhone 1本で行くと、えー、ここに決めてるんですけど、半年くらい経った後ですね、 プロ必要やなっ,つって <laughs> で売るじゃないですかで最新のまあ GoPro じゃなくてもアクションカムですね最新の買ってまた金を使ってみたいなはいもう GoPro なんて同じでいいから <laughs> まあ、あのマイク端子ぶっ刺すところがあれば GoPro は何でもいいからはいということでまあこいつ s あとロードですねロードもですね ほとんどん使ってないんですけれどもこれからですね、えー、チャンネル登録者、えー、増えてきてますので、えー、なんか声の音質とかですね、えー、ちょっと iPhone1 本でやってると汚いんで汚いんでロードで、まあ綺麗に音質取って、えー、自分語り系の動画撮る可能性もゼロじゃないんで <laughs> 自分語り系のね可能性もゼロじゃないんでこれはちょっとステイしておきましょうはい。 ステイしましょうはいはい、えー、断捨離を始めるとですね断捨離あるあるなんですけどもう全部捨てたくなるんですよ、ね、断捨離断捨離すると <laughs> これはちょっとダメだ、えー、ステイということではいこれも仮にですねまた買い直すってなると大変な金額になるんでコラステイではいコラステイではいただですね、えー、キャンプ用品ですねキャンプ用品はですね売りますはい えー、正直ですねかぶってるんです、えー、別になくてもいいものが結構あるんで、はい、これなんてぶっちゃけですあのペットボトル全然 OK ですっつかもう俺俺旅してる時は結局ペットボトル2リットルのペットボトル、えー、後ろにぶち込んで、えー、やってる感じなんであまあ斧なんてぶっちゃけいらないっつかあの斧なくてもあのノコギリ斧いらねノコギリの方が全然役に立つっていうねはいこれはですねああのまあ、使わないっすはい

実際に飯はですね作る気力ないんですよはい <laughs> だから OD 缶でちっちゃいやつでお湯沸かすぐらいがちょうどいいのかなで飯を作る時って正直焚き火本当キャンプを楽しみたいってなると場合はその焚き火台でもう直火でピシューってやるパターンが多いんでまあこれまあちょっと かなり日本一周でね、かなり疲れ倒してありますけど、えー、全然問題、ちょっと思い入れはありますけど、えー、思い出はですね、えー、心の中にあるということで、<laughs> さらば外、何だっけ、ST、ST なんとかって感じですね、ST310 ですね、有名なやつですね。まあ、ちょっと残しているのも、残していくのもていや、ろうろうん、だめだ。 ということで、えー、まあちょっと話が長くなっちゃったんですけども、えー、<laughs> 私の忍者テント、えー、こちらも出品したいと思います。<laughs> はい、これ買ったときは5万5000とか、そこら辺かなで結構これ、あの愛用しました、はいで。実際ですね、忍者テント、すごいいいですね。もうこれだけでいいんでね、もうマジでミニマムで。 すごくいいんですけどもこれはかなり弱点があってこれ農塾に適してないんですよね農塾になぜかっていうと自立型なんですけどもその弱いんですよね自立なんですけどそのポールですねポールがクロスさせてなんか変な感じにクロスになっててもう貧弱なんですよもう風が来たらねもう一発でもうひんにゃってなっちゃうぐらいね貧弱なんですよね でこれ忍者テントもいいんですけどもグランドシートですねちゃんと地面にぶっ刺せグランドシート俺忍者テント立てる場合グランドシートを、えー、のーグランドシートをですね地面にぶっ刺してですね、えー、ピンと張った状態であとテントのポールポールをペンペンペンってやってペンっててるんですけどもその道路とか ですね、あ,のもうあの青森だったんですけども青森でも体の方がもうもうンカが来て野宿したんですね道路の脇っちょでそそあ道路か道路ですね、はい、駐車場かな野宿したんですけどその時ですねやっぱこれがですね新井のテント荒井のテントがあったらエアライズワンだったらどんだけ楽だったかみたいなはい思いましてあともう一つあるかえー、あれです えー、メッシュなんで、冬はちょっとね、厳しいんですわ、<laughs> 正直 <laughs>、はい、冬キャン行きたいなと思いつつ、ちょっとね、メッシュは寒いだろうなと思って、はい、ちょっとですね、まあ、この子はちょっと気に入ってるんですけども、これを売ってですね、もうモンベルのねちっちゃいやつか、もしくはアライかな、エアライズワン、そちらの方購入しようかなと、はい、エアライズワンはちなみに前持ってました。<laughs> エアライズワン買ってそして忍者テントが抽選してうわーマジかーみたいなで洗いは洗いのテントはですねあの定価よりマイナス5000円で売ったはず、うん、売れたんでまあ5000円分だったら妥協かなと思って妥協範囲かなと思ってでその売った金で忍者テントを買ったっつ <laughs> まあけど忍者テントはですね本当本当いい商品ですよねこれ本当に 農塾なしだったらもう忍者店と一択なんですけどねまあというね話がちょっと長くなっちゃったんですけども、えー、価格の方はですねまだ決めてないんですけどもまあこんな感じですよね本当ブランドものでかなりいい商品なんですでちょっと今ピコグリル売るとねここら辺も洗って今乾かしますでピコグリルもですね、えー、まあこれもかなりですねあの結構サビ あんまさピない製品なんですけどねまあまあ味があっていいんですけどねはいあとこれですねこんな感じで綺麗、えー、にしてですね出品の準備をしたいと思いますということではい明日かな乾くの待つとしてもはいちょっと乾くの待つので忍者デとかいやここで腹くくんねえと